こんにちは。本日は京都の安国寺に来ました。大家好，那我们今天来到京都的安国寺。こちらの安国寺は足利高氏が建てました。那这里的安国寺呢，是由镰仓时代后期的将军。室町幕府初代的将军足利尊氏所盖的。ここも広いお寺ですけど、あんまり人がいないんですね。那这里也是一座蛮大的寺庙，但是没有什么人。こちらのお寺の本堂はかやぶきの屋根が作られています。那这里的本堂，它的屋檐是用和眉山一样的茅草所做成的茅草屋屋顶。この前紹介した三山のかやぶきの屋根と同じです。こちらも紅葉もみじの木がたくさん植えていますので、秋の季節でしたら多分すごく綺麗と思います。那这里的话呢，也种了很多枫叶的树，到秋天应该会蛮漂亮的。まだ秋の季節が来られたらこちらに来てみたいと思います。那等到秋天的季节的时候。应该会再来这里走一走。じゃあね。